始まる。僕らはいつでも神様願っておかんけども、いつしかそうさ僕らが通じた神様気づいたらなってたら何様Yeah.
てみれ。なんかメンバー紹介って感じなんで話させていただきます、キンカービル3年生の菊池と申します。よろしくお願いします。実は結構オパスの人たちにはお世話になってて、今4年生なんですけど、中津さんって方と恵比寿春さんって方と中津さんって方とメロイーロスが組ませていただいてて、一緒に活動させていただいてます。中津さん今日来てくれてますよね。います中津さん。中津さん声童貞だね。夏休みにも実はちょっとメロイエローの方でバンド出てて、8月11と8月17だったかな、なんかでやるんで、決まったらオパスの方も近隣の方も見に来てください。宣言します。3曲目の途中で脱ぎます。よろしくお願いします。旬です。先ほどもお目にかかりました。今日は本当に楽しかったですね。楽しかった本当に。あと俺たち2曲あるんですけど。オパティンなんで、もしかしたら次オリジナルをやるかもしれないですね。みんなこうやってちょっと近隣の人がね、前に少ないっていう警備の時もちょっとそうだったんだけど、ちょっと緑川が前にいないんだよ。おいで。緑川って一番前ね。まさきろ、まさきろ。あとちょっとだけ楽しんでいきましょう。オーパティーンの人聞こえてますか？イデです。まさき、まさき、どうも。あと2曲よろしくお願いします。三段のオパスの筒井まさきと申します。よろしくお願いします。鳥ということで、みんなホルモンで疲れたと思うけどね、最後ね、盛り上がっていけるか、いけるか、おお、日本、おお、次の曲はね、次はね、僕のオリジナルを、作詞作曲オパスなんでね、ちょっとね、作詞作曲もね、やんないとなと思いましてね、ちょっとオリジナルを1曲持ってきました。普段僕はシンガーソングライターとしてね、活動してるんですけれども、その筒井まさきとしてよくやっている曲をやりたいと思います。自分の生活で一番大切なものなんだ。そんなこと
すらも考えられないようになるほど自分のことで精一杯の人たちの中で何を頼って生きてく何を指差して生きてく興味ねえフリーソードわずか一つのことで決めつけてしまう世の中そんなことで人の全ては分かりやしないレッテル貼られて効率悪くても人間だって何を知っているさ何一つ何一つも信じられないわけを失ったの
ども、次で最後の曲になります。ごめん来てよ。ヒロ君来てよ。このような、ね、いい機会を設けてくれた人たちに感謝したいですね。チューニングするわ。立憲6-5-0ベンジシングで勇気セックスやんけ。おいやりまーす。これからも仲良くしてください、ピンカーベルの皆さん。いくよ。ワン、ツー。